山本周五郎作、枕を三度叩いた。塚本林之助は、その役目を、秋村総在門から直に命ぜられた。秋村は、江戸の筆頭画廊であり、その席には、蕎麦用人の志田和枝が立ち会っていて、 若さの神、宗義の墨付きも見せられた。彼が命ぜられる前に、その役目を辞退した者が二人いるということなど、無論彼は知らなかった。ただ、国元の軍用金を動かすということと、役目違いという二つの点が、ほんのちょっと気になった。 軍用金は手をつけることのできない性質を持っているし、金のことは金奉行が当たるべきで、林之助は環状奉行所の書き役支配だから、全く無関係ではないにしても、正式に言えばその役ではない。だが、蕎麦用人の立ち合いで筆頭画廊から命ぜられ、 藩主の墨付きを見せられたのだから、お受けする以外に何か思案があろうなどとは、思いもよらぬことであった。念のため注意しておくが、と秋村総在門が言った。今、家中に根もない流雪を広め、穏やかならぬことを企んでいるものがあるようだ。 ことによると、それらが、途中で何か邪魔をするかもしれぬ。多分、そんな暴挙はすまいと思うが、道すがらには、決して油断せぬよう、よくよく気をつけてまいれ。そして友は、辻元六、小松東兵、田代十太夫の三人に命じてある。 と付け加えた。彼らは馬回りの警拝で剣術の達者だということは聞いていたが、林之助には三人ともほとんど未知の人間であった。明朝出立ということで、役部屋へちょっと寄り、住まいへ帰って、妻に旅の支度をさせていると、 長野又四郎と鹿島東吾が訪ねてきた。長野は五百国ばかりの大寄り合いで、又四郎は妻の長兄にあたる。東吾は二百二十国の諸院番だが、国元にいる小林門戸とともに、林之助にとって最も親しい友達であった。 モンドは五年前に国元の小林家へ向こうに行ったもので、旧姓は清水といい、歳は林之助とモンドが二十五歳、東郷が一つ上であった。茶はいらない。と、また郎は座敷へ通るなり、沢に行った。内段があるから向こうへ行っていてくれ。 沢は夫を見て、林之助がうなずくと、すぐに下がっていった。今日、ご家老に呼ばれたな、と東郷が聞いた。要は何だった林之助は命ぜられた役目を告げた。承知したのか、まずいな、と言って、東郷はまた城を見た。 まずいですよ、長野さん。またしろは、うん、と言って議定を見た。その役は辞退するがいい、塚本。とまたしろは穏やかに言った。中尾も不快も辞退したのだ。知らなかったのか。り之助は、知らなかったと答えた。では、 これから行って辞退するがいい。病気になるんだ。と東郷が言った。急病の届けを出せば辞退できるよ。林之助は、まさかねと苦笑した。まさかではない。本気で言うんだ。塚本は事情を知らないのか。と東郷が言った。国元から運んでくる三千両は、現老職の 延命策に使われるんだ。我々はもう元老職の罪人には耐えられない。それは塚本にもわかっているだろう。林之助は首をかしげた。秋村一派は退陣すべきだ。と東郷は強い口ぶりで言った。彼らがこの上罪人したら、 半の仕置きも買ってもめちゃめちゃになってしまう。どんなことをしても、秋村一派の延命策は防がなければならない。そして彼は、秋村一派の無能と死局の数々を挙げたが、林之助は遮って、そういう話は困ると言った。何が困ると東郷が聞いた。 倫之助は、当惑したように、自分は勘定奉行所の職員で、つまり、老職の支配下にいる人間だし、そうでなくとも、その倫にあらぬ者が政治に口を出すことは、ご家法として禁じられているからだと答えた。それは時と場合による、と東郷がやり返した。それは、 その任にあるものが正中で、仕置きが正しく行われている場合のことだ。林之助はそれも難しいと言って、また首をかしげた。人間の良しあしや仕置きの正不正は、判断する者の,の立場によって違うことが多い。例えば、 秋村総在門が就任する前は、松岡図書が筆頭画廊であり、その系統の人たちで仕置きをしていたが、それらに対しても随分非難があった。自分はまだ部屋積みで、詳しいことは知らなかったけれども、現在の秋村一派に対する非難より、はるかに 激しかったように思う。そうではなかったか、と林之助は反問した。それがなんだ、と東郷が言った。それだから、秋村一派の非正に目をつぶれというのか。林之助はそんなことは言わない、と首を振った。自分は政治のことはわからないし、 わかりたいとも思わない。ただ、家臣として命ぜられたことを果たすだけで、他のことには一切関わりたくない、と林之助は言った。では聞くが、幕府から三万両太陽の内情を知っているのかと東郷が咳込んで言った。一年に一万両ずつ。 三年間に三万両太陽の沙汰が出た。その裏にある事情を知っているかまた、大倉平左衛門の件はどうだと東郷は続けた。金奉行の大倉平左衛門が多額な御用金を貸し出したことが発覚し、下役の つぼのたくえもんらとともに追放になった。そして、貸し出した金がほとんど回収不能だったが、あの出来事の真相を聞いたことはないか、とトンゴは言った。林之のは黙って、膝の上で両手の親指と親指をゆっくりと回していた。 辞退するがいい、塚本。戸また郎が穏やかに言った。現老職は退陣すべきだ。国元でも同じ意見が強くなっている。その役目は辞退しなければならない。さもないと塚本自身の立場が悪くなるぞ。 りんのすけは黙っていた。とうが、どうなんだと聞いた。辞退するのかしないのか、どうなんだと、たたみかけるように聞いた。俺の気持ちは、もう言った。とりんのすけは、静かに答えた。他に言うことはないようだ。 うごはまたしろうを見た。またしろうは、て定の顔を見守っていて、それからうごに向かってそっと首を振った。さあ、鳥の助が言った。茶を持っておいで。だが二人は立ち上がった。妻は話を聞いていたらしい。 相互の声が高かったので、聞くつもりがなくとも聞こえたのだろう。二人を送り出した後、いかにも心配そうに、大丈夫でございますかと、夫の目を見つめながら聞いた。聞いていたのかはい、と沢はうなずいた。 わからない。と彼は目をそらした。長野さんや鹿島の言う通りかもしれない。私は役所の事務以外に頭を使ったことがないから、政治向きの話になると判断がつかない。しかしね、私が辞退したところで、いずれ誰かがこの役目を 果たすことになる。きっと、そういうことになると思う。そうかもしれませんけれど、お二人は、あなたのためを思っていらしたのでしょうそうだろう。確かにそうだろうが、勘定奉行はご家老の直属だし、私がその役所に勤めている以上、 ご家老に命じられた役目を辞退するわけにはいかない。私は政治的な争いには関わりたくないのだ。沢は黙った。彼女にはまだ夫がよくわかっていなかった。貸してきて一年足らずしか経たないし、夫は極めて口数が少なく、 夫婦でゆっくり語り合うということもほとんどない。それは、林之助が早く両親に死別し、母方のおじ夫妻に育てられたため、そういう内気な人に心を開くことのできない性分になったようにも思われる。また、そのおじは、三浦騎平といった、 長く腰物奉行を務めていたが、拳風の恐ろしく厳格な人で知られていたから、その影響を受けているようにも思われるのであった。三浦のおじさまにでも相談するように言ってみようかしらん。沢はいくたびかそう思ったが、 口に出して言う勇気はなかった。暮れ方になって、辻元六、田代十代優、小松藤兵衛の三人が、打ち合わせのために訪ねてきた。林之助は酒をもてなし、半時余り彼らと話した。辻は三十二歳、田代は三十歳、小松は 二十七歳になる。彼らは剣術の達者として家中に知られており、今度トムに選ばれたのもそのためだと思っているらしく、少し酒が回ると、一体どういう危険があるのかという意味のことを遠回しにくどく聞いた。林之助はわからないと答えた。 自分は危険なことがあるようには思えない。おそらく何事もないだろうと言い、道中絵図を出して宿液の相談にかかった。それはお任せします。と辻元六が言った。あなたは国元へいらしたことが終わりでしょう。林之助はうなずいた。彼は、こ 大井の神宗都の故障だったとき、前後二度国元へ友をしたことがあり、今広げている道中絵図にも、その時の宿液に印がしてあった。もう一月遅いといいんですがね、と田代十代夫が帰り際に行った。旅にはまだ寒すぎるでしょう。 国元は古都に雪がひどいんじゃありませんか城下の雪景色は見る値打ちがあるよ、と林之助が言った。三人が帰った後、沢は夫に三浦様へ挨拶に行かなくてもいいのかと聞いた。林之助はいいだろうと言った。 国元へ転勤にでもなるなら別だが、使いに行ってくるのだから、その必要はあるまいと答え、その夜はいつもより早く寝間へ入った。林之助は翌朝五時に出立した。友は辻元六たちのほかに小物が四人、墨付きの入っているハサミ箱を 小物が交代で担ぎ、それを前後から守る形で、東海道を西に向かった。箱根を越すまでは、晴天続きだったが、三島から雨になり、大井川も降る中を渡った。一月中旬のことで、晴れていれば、街道は暖かいが、 雨となると寒気が厳しく、掛川では小物の一人が悪い風をひいて高熱を出し、ついに宿へ置いて行くことになった。浜松は本陣の帯屋が常宿であるが、泊まった夜、林之助は主人の七郎右衛門と半時ばかり話した。どの宿でも、 諸公には、それぞれ、城宿があって、その藩の者が泊まると、主が挨拶に出る。これまでずっとそうだったが、帯屋では、夕食の後、林之助が、主の部屋へ行って話した。七郎右衛門は、古大井の神のお気に入りで、中林という名字を与えられ、江戸屋敷へは、 死分で出入りが許されている。中林は大井の神の配合、中林から取ったものだそうであるが、八年前、林之助が三勤の友で帯屋へ泊まった時、七郎右衛門の世話になったことがあった。彼はそれを覚えていて、礼を述べに行き、引き止められて半時余り、 話し込んでしまった。辻元六たちは抜け出す相談をしていた。彼らは藤沢でも三島でも密かに宿を抜け出した。林之助は一人で隣に座敷を取るし、寝るのはいつも早かった。彼らは林之助の寝息を伺って抜け出し、 一時ほど遊んでから、そっと帰ってきて寝るのだが、林之助は全く気づかないようであった。田代十代友が番頭にいくらか握らせ、抜け出す手はずはすっかりできたが、林之助が戻らないので、三人はいらいらし始めた。そうして、八時過ぎてから、 りんのすけは戻ってきたが、ふすまの向こうから、もう寝たか、と声をかけ、まだ起きていると答えると、ふすまを開けて、今夜は外へ出ないように、と言った。三人は気まずそうな顔で、はあ、と曖昧な返事をした。りんのすけは、さりげない目つきで、 三人を眺めて、それから、ふすまを閉めた。知っていたのかなと、小松藤兵衛が二人にさやいた。知っていたらしいなそうらしいと、田代十代優が頷いた。しかし今、今夜は、と言ったぞと辻元録がさやいた。 抜け出すのを咎めたのではなく、今夜は出るな、という意味らしいぞ。というと、どういうことだわからない。わからないが、と辻は二人を見た。ことによると、ご老職に念を押された、例の件に関係があるんじゃないか。我々を阻止しようという連中のことか。 とたしろが言った。それならそうと言うはずじゃないか。どうかな。俺はそう感じたがね。小松が二人を見ながら聞いた。しかし、一体どういう連中が、どういう理由で、この金送りの邪魔をしようとするのかね。大きな声を出すな。金送りのことは、極秘だと言われたぞ。 奴らはいつも交差。と辻が警部するように口を曲げていった。上の方の連中と来ると、いつも勢力争いだ。ご家老の手から政治を奪い返して、自分たちがうまい汁を吸おうというんだ。しかも、半家のおため、などという旗印を立ててな。 見えすいてるよ。俺なんかの目にだって見えすいている。結局、うまい汁を吸いたい奴がいるんだ。誰だ松岡さん一派かと田代が聞いた。そんなところかもしれないな。松岡図書。と辻が言った。かつて、秋村さん一派に叩き落とされた人だからな。うん。 気がつかなかったが、そんなところかもしれないぞ。小松があくびをしながら未練らしく言った。今夜は本当に抜けられないのかねえ。田代十代夫は考え込んでいて、もちろん小松東兵などには見向きもせず、ちょっと首をかしげながら辻元六に行った。 だが、俺はそう思うんだが、できるんなら、もう老職は交代してもらいたいな。どうしてだだって、こう、お借り前が続いては苦しいよ。二十石余りの縁を、もう五年も満足にもらっていないんだからね。向こうは、わずか二割と言うだろうが、俺は、 家族を六人抱えているし、一年や二年ならともかく、二十国から二割ずつ、五年も削られ同士では参るよ。それはお互い様だ。お互い様だが、こういう話を聞かないか、と辻が言った。今度、五家老の奔走で、公義から三万両という金を、 借りられることになった、と言うんだ。聞いたことはないか聞いたようだが、煙ったい話だ。いや、俺は確かな筋から聞いたんだ。煙ったいな、と田代が言った。三万両なんて金を講義で貸すとは思えない。前にもそれに似た話があって、 お借り前いの分もまとめて下げられるなんて噂だったが、噂だけで消えてしまったからね。今度は確からしいんだ。それで今度の金送りが決まったということだ。そして辻はさらに声を潜めた。何しろ軍用金だからな。よほどのことがない限り。 軍用金に手をつけるはずはないからな。しかし、三万両も借りられるなら、三千両ばかりの金をわざわざ国元から運ぶことはないように思うがね。それが政治というものさ。講義から借り出すにしても、お頼み申す、よろしい、というわけにはいかないだろう。老職には老職で、 また我々とは違った苦労があるもんだ。そして辻はまた口を歪めた。つまり、こう手順がついて、講義からの借り出しが成功すれば、秋村さん一派の勢力は動かなくなる。それを好まない連中。仮に松岡図書がその人だとして、おそらく、 その与党がことを壊し、老職交代を企んでいるのだろう。俺などには興味もないが、主君のためとか半家のためなどという旗印の立つときは、必ず県政争奪の陰謀があるものだよ。隣座敷で林之助が咳をし、もう寝る方がいいぞ。 というのが聞こえた。三人は口をつぐんだ。気がつかないうちに声が高くなっていたらしい。辻元六が手を振り、みんな寝る支度にかかった。明る朝は遅く、九時を回ってから宿を立った。理由は言わなかったが、何かを避けるために、 時刻をずらせたということは察しがついた。それで三人は緊張した気分になった。林之助が何も言わないだけ余計に危険の近いことが感じられるようで、その翌日と翌々日いっぱい、同じような緊張した状態が続いた。だが何事もなく、 名古屋に着き、その夜、三人はまた、宿を抜け出した。林之助は、やはり知っていたらしく、夕食の時に、あまり遅くならないように、という意味のことをほのめかし、自分は早く寝てしまった。前原から、雪になった。名高い港のある、その城下町へ着くまで、 ずっと雪に降られるか、晴れても踏み固められた雪の道を行くので、初めて江戸を離れた辻たち三人や小物たちは、雪の多いのと寒さの激しさに震え上がっていた。城下へ入ると、そのまま小林門戸の家を訪ねてわらじを脱いだ。 すでに男の子が生まれていて、親になったせいか、それとも、声たためか、モンドはすっかり貫禄がついて見え、その上、言葉に奥に鉛がついたので、林之助ははじめ圧迫を感じたくらいであった。城下も雪であったが、着替えをするとすぐに、彼は国老を訪ねようとした。 それは午後四時頃であったが、モンドは明日にするがいいと止めた。そうはいかないと林之助は言った。今度は急の使い出し、到着の挨拶だけでもしておかなければならない。まあいい。国元はのんびりしているんだ。それは明日のことにして酒にしよう。 りんのすけは笑った。何を笑うんだ、とモンドが聞いた。いや、とりんのすけは首を振った。それなら、そういうことにしよう。それから風呂に入り、くつろいで、二人は酒を飲み始めた。辻たちも別の座敷でもてなされていい、りんのすけはモンドと二人で飲んだ。 小林の家族は義母の松女と門戸の妻のタイ、三歳になる千松、そして妻女の妹、カナエという五人であった。松女もカナエも多分江戸の話が聞きたいのだろう。挨拶に来てそのままそこに座りたそうであったが、門戸は平気で追い立て、妻女も 主公の世話をするとき以外には、その座敷に置かなかった。この婿は大層関白だな。女はうるさい、とモンドが言った。普段、女に囲まれてるようなものだからな。義母、女房、義妹。おまけに、この間まで女房のいとこというのもいたんだ。林之助がまた笑った。 何がおかしいんだいや、とりんのすけが答えた。その、モンドの鉛が耳になれないんだ。モンドは苦い顔をして、塚本もこっちへ来たことがあるんだろうと言った。ああ、先殿のおもで二度来た。しかし、一年ずつだったからね、とりんのすけが答えた。塚本は笑うが、 俺はこの鉛をつけるのに屈伸したんだ。あだやおろそかな鉛じゃないぞ、とモンドは言った。少し酔いが回りだしたとき、モンドは何気ない口ぶりで、しばらく遊んでゆけ、と言った。何気ない口ぶりだが、林之助には意味ありげに聞こえた。 とはまた、どういうことだゆっくり骨休めをしろと言うんだ、とモンドが言った。病気の届けを出して、二月いっぱいここにいるがいい。こっちもそのつもりで、滞在する用意がしてあるんだ。林之助は黙った。それを食べてみないかとモンドは、膳の上の鉢を刺した。 タラノコ漬けといって、えちごの方の名物だそうだ。これは真似て作ったんだが、うまいぞ。りんのすけがモンドを見て聞いた。鹿島から何か言ってきたんだな。七日前に、はやが来た。しかし、情報の交換は、半年も前からやっているよ。 俺をその仲間に入れないでくれ。鹿島にも断ってある。俺は除外してもらうよ。まあ待て、もう少し飲もう。モンドは林之助に尺をし、妻を呼んで酒を命じた。 日よけが二つ、大きな火鉢に炭火が起こっているが、座敷の中は温まる様子がなく、呼吸のたびに空気の冷たさが鼻に染みるようであった。江戸では鹿島の言うことを何も聞かなかったそうだな。ここだって同じことだ。塚本には昔から そういう強情なところがあった。しかも手を焼くのは黙ってしまうことさ。黙ってしまった塚本に口を聞かせるのは岩に喋らせるより困難だからな。と言って門戸は酒を置いた。一つ直裁に行こう。塚本は老職の交代を望まないのか 考えたことがないんだ。元老職の死局について知っているか知らない。俺は噂や陰口で人の判断はしないことにしている。それは立派だが、逃げ工場にも使える。ぜひ善悪のけじめをつける決断がなく、事実にぶつかる勇気のない人間も、 よくそういうことを言うものだ。勇気にもいろいろあるがね。二つだけ聞いてくれ。東郷が話そうとしたのに聞かなかったそうだが、簡単に話すから聞いてくれ。一つは大蔵府死の件だ。あの件では大蔵府死と坪野が家内結書。 追放になったこと以外、すべてが曖昧にぼかされてしまった、とモンドが言った。彼らはひいき金を貸し、それが回収不能になったというが、どこへどう貸したかも、その金高もはっきりしない。長所にはただ、過分のご存金だった、と記してあるだけだ。それに、 三人の処分も、はじめは親類に預け、再吟味の時、閉門。それから、私分を削り、次に結書、追放と、ぐずぐず手間をかけている。この間に事実をはぐらかし、隠滅してしまったのだ。何のために、鳥之助が聞いた。 真の責任者を隠すためにだ。真の責任者だって秋村一味さ。ご用金はひいき貸しにされたのではなく、老職一味が使ったのだ、とモンドが言った。彼らの仕置きは豊満極まるもので、藩の勝手は松岡時代よりもひどくなっていたが、 先将軍、家継のお玉屋を不審するとき、お手伝いを願い出たのが命取りになった。その莫大な費用は借財の上に借財を重ね、御用商人はもちろん、いかがわしい氷の金まで借りあさり、詰まりに詰まって御用金に手をつけたのだ。林之助が聞いた。 しかし、それなら、大倉や坪野が黙っているはずはあるまい。黙っているさ。彼らは、代償をつかまされたんだ。いや、事実だ。現に、坪野は在所へ帰っている。彼の在所は、追松村だが、そこで、五丁部あたりの電池を買い、土蔵付きの家を建てて収まっている。 求門してみたのか。その時が来たらするさ。大倉府市の方ははっきりしないが、どうやら髪型で商人になっているらしい。壺のを求門すれば、これらもはっきりすると思う。もう一つは、幕府から三番領太陽の剣だ。と問答は続けた。去る十二月に、 老中からそういう沙汰があったというが、この時勢にそんな多額な金を我が藩だけが貸与されるというのはおかしい。何か司祭があるぞと、国元の方でまず疑いを持った。それで江戸屋敷と連絡を取ったのだが、探ってみるとあった。一年に一万ずつ。 三年間に三万両というが、一万両について二千両ずつ、老中に謝礼を払うのだ。林之助はゆっくりと頭を振った。つまり、実際に手に入るのは二万四千両で、それも三年に分割され、しかも返済するときは三万両と、 御社の礼を加えなければならない。こんなに勝手が詰まっている時だ。二万四千両ぐらい右から左へ消えてしまうだろうが、三万両に礼金を加えたものは残る。こんなことを傍観していていいと思うかこの藩に限らず、ほとんど全諸公が 経済的に行き詰まっている。これを立て直すには、政治を根本から変えなければならない。こちらから借りて、あちらへ返し、そちらから借りて、こちらへ返す。半紙の六を削ったり、御用金をくすねたりするような、こんなでたらめな政治は、打ち壊す他はない。 それには、今度の金送りが絶好の機会だ。この三千両は、秋村一派の名脈を保つために使われる。この金が届かなければ、迫っている粘土の仕切りができなくなるし、彼らは退陣せざるを得ない。老職の交代は必死なのだ、と問答は言った。 彼らには多くの死局もあるが、今はそんなことは問題にしない。この豊満な無計画で腐った仕置きぶりだけで十分だ。ここで彼らを退陣させなければ、それこそ取り返しのつかぬことになってしまうぞ。林之助はため息をついた。病気になれ、塚本。と今度は言った。 中尾角兵衛と深井九郎の二人はこの役目を拒んだという。これで塚本が病気の届けを出せば誰も変わるものはないだろう。少なくとも国元には一人もない。おそらくもう江戸屋敷にも変わるものもないと思う。あとのことは俺たちで引き受けるから、 明日にでも病気の届けを出してくれ。分かったな。長い沈黙が続き、やがて林之助はゆっくり首を振りながら、無駄だな、と言った。もし、今度の金送りが元老職たちにとってそれほど大切だとすると、彼らはどんな手段を用いても、 運び出すだろう。江戸画廊と上代画廊、それに蕎麦用人が組んでいる。殿はまだお若いし、彼らがその職権を振るとすれば、藩士である以上、それを拒否し通すことはできない。また、小林は、今、俺に変わるものはないと言ったけれども、変わるものは必ず出る。 俺に代わって金送りをする者が必ず出ると思う。断言する根拠があるか断言はしないが、現に大倉親子や坪野らの礼がある。理を持って誘われれば、林之助はまたため息をつき低い声で言った。人間は弱いものだからな。 今度はモンドが黙り、ほとんど怒りの表情で林之助の顔を見守った。どうしても不承知か。林之助は答えなかった。危険だぞ、とモンドが言った。決起の連中は力ずくでも妨害すると言っている。三人や五人ではないんだ。 俺たちの手では抑えきれないかもしれないぞ。そういう注意もされてきた。と、林之助が言った。友の三人は、江戸屋敷で指折りの腕達者だそうだが、そういう時のために選ばれたらしい。どれだけ腕が立つか、俺は知らないが、そのために選ばれたのだということを、 こっちの連中に行っておいてくれ。モンドが言った。飯にしようか。翌日早朝、林之助は上代画廊の屋敷を訪ねて、到着の挨拶を述べ、一度小林へ戻った上、時刻を待って途上した。 雪は降ったりやんだりしていた。降り出したかと思うとやみ、すると雲の切れ目から青空が見え、日光が明るく差しつけた。妙な天気ですな、と途上する途中で辻元録が言った。まるで梅雨時のようではありませんか。林之助は、 三人には危険のあることを知らせてなかった。彼らは降ってはやむ雪に興じ、晴れ間に見えた港の青黒い水や雪をかむった岬や泊まり船などに立ち止まっては簡単の声を上げた。絶景だ。なるほど絶景だ。と小松東米が繰り返し、 これは確かに見る値打ちのある景色だ。城へ上がると、林之助は国書院へ通された。城代画廊の脇屋伊十郎、自席の峯岸六郎兵、年寄役肝入りの内野図書、中郎の秋村伊兵らが席に並んだ。 役目の内容はわかっているので、み付きの疲労が済むとすぐに、老職の詰所へ案内され、そこで金の受け渡しや帰りの日程などを打ち合わせた。その後、休息の間で食事のもてなしがあり、終わって坂になると、磁席画廊の峰岸六郎兵衛が、モンドと同じ意味の警告をした。 不穏なことを企んでいるものがあるから、寮内を出るまでは油断しないように。寮分境までは警護の人数をつける、と六郎兵衛は言った。林之助は、人数をつけるには及ばないと答えた。その中に不穏な人間のいる恐れがある。そういうことを耳にしたし、友の三人は、 腕が立つ。警護などをつけると、かえって相手を刺激することになるだろう。と言って断った。林之助の様子で安心したらしい。六く兵も、強いてとは言わず、やがて脇や伊十郎から引き出物があり、林之助は下場した。 生き出物は金五両であった。その夜、もう一度小林で泊まった。モンドは彼とヤグを並べて寝、少年時代の思い出話などしたが、金送りについては何も言わなかった。久しぶりに話ふかして、いよいよ眠ろうとするとき、林之助は、 枕を拳で叩いた。モンドはいぶかしそうな目で見た。なんだ、妙なことをするじゃないか。寝首をかかれないためさ。まじないか子供自分からの習慣でね、とりんのすけは言った。こうすると、目ざとくなるんだ。 それは頼もしい。道中ずっとやってゆくんだな。ああ、毎晩やるつもりだ。やがて二人は眠った。明る朝、林之助を送り出したモンドは玄関で行った。残念だった。塚本、気をつけてゆけよ。林之助は、 モンを見上げて微笑し、そっとうなずいた。微笑は弱々しく、うなずき方も心もとなかった。それからつぶやくように言った。ありがとう。大丈夫だ。それから城へ上がり、二頭の馬に金をつけて出立した。城を下がるとき、 林之助は辻元六たち三人に向かって、刀の塚袋を外しておけと言った。三人はすぐに塚袋を外した。彼らは互いに見かわしながら、にわかに緊張し、城下町を出るまでしきりに前後左右へ気を配った。 空模様は同じあんばいで、降ったりやんだりしていたが、雪の降っている間は、見通しがきかなくなるので、三人の緊張が目に見えて高まった。だが、案じたようなこともなく、城下町を通り抜け、長い縄手道も過ぎると、林之助は、もうよかろうと言い、自分から先に、 つかろをかけた。三人も同じようにしながら、いかにもほっとしたらしく、それからは足取りも軽くなるように見えた。旅は無事にはかどった。大みじは晴れて、春が始まったことを告げるかのように、暖かい日が続いた。不安な気分は去ったようで、 林之助は何も言わないが、もう危険はないという様子が、その態度で明らかにうかがえた。三人は全く気が緩み、大津でも土山でも、宿を抜けて遊びに出かけた。美濃へ入るとまた雪だったが、終わりになると晴れた。そして、 岡崎に着いたとき、夕食の後だったが、手洗いに行ってきた林之助が、さりげない顔つきで三人に言った。今夜は出かけないでくれ。三人はいぶかしそうな顔をした。何かあったのですかと辻元六が聞いた。林之助は何か考えるような目つきをし、もう一度言った。 とにかく、今夜は、出かけないでくれ。そして、寝る時になると、彼らと自分の座敷との間のふすまを開けたままにしておいた。翌日は、午後になって宿を立った。午後も遅く、もう三時を過ぎていたし、宿を出るとすぐに、林之助はまた、 塚袋を外せと言った。ごく何気ない口ぶりだったが、それがかえって強く危険の迫っていることを暗示するように聞こえ、三人は再び緊張した。その日は南風が強く、空は重たく曇っていたが、富士川まで行くと雨が降り出したので、 止まるかと思うと、林之助は赤坂まで乗そうと言い、みんなに雨自宅を命じた。気温は高かったが、かなり強い吹き降りで、道は次第に山へかかるため、歩くのにかなり骨が折れた。富士川から赤坂までは二里九町だが、山中へかかると日が暮れ始め、 宮地山の坂ですっかり暗くなった。雨も風もやむ景色がなく、往来の絶えた坂道に叩きつける雨がしぶきを上げ、左右の小立は風のため時を切って怒涛のように鳴り騒いでいた。鐘をつけた馬二頭を中に辻元六と小松藤兵衛が前、 林之助と田代十代友が後ろ、その後に小物二人という順であった。道はやがて平らになり、それから赤坂へ向かって下りになった。すると左側が崖、右側が暗くてわからないが、低く谷のようになったところへ来たとき、 突然、後ろの馬が暴れ出した。何に驚いたものか、その馬は鋭い悲鳴を上げると、蹄で地面を叩いて跳ね上がり、前の馬にぶつかり、前の馬も跳ね上がって、人々を跳ね飛ばしながら、二頭とも狂ったように失踪していた。 タシロ十代友は道から転げ落ちた。林之助に突き飛ばされたのである。林之助が危ないと叫び、タシロは道の右側へ突き飛ばされた。そちらは谷のようになっていて、彼はゴロゴロと転げ落ちた。刺して深くはない。十五六尺ばかりの高さで、 下は小川らしく、田代はその水の中へ横ざまに落ち込んだ。待ち伏せだな、と田代は思った。闇討ちをかけられたのだと思い、立ち上がって、多いと呼びかけた。すると、すぐ向こうで答える声がした。田代か、と辻元禄の声がわめいた。 大丈夫か怪我はないか大丈夫だ待ち伏せだなわからない。どこだ水浸しだ。今そっちへ行く。田代は斜面を登って行った。道の上から小松東兵衛の呼ぶ声がし、小物たちの声も聞こえた。筋は斜面にしがみついており、田代と一緒に道へ這い上がった。 闇討ちではないのかと田代がまた言った。塚本さんはどうした馬は誰もはっきりしたことはわからなかった。馬は二頭とも失踪し去り、孫はそれを追っていったらしい。林之助も追っていったのだろう。いくらみんなで呼んでも答える声は聞こえなかった。 いずれにせよ、大事なのは馬につけた金だから、すぐに彼らも赤坂の方へ下って行った。風と雨で、話もできないし、真っ暗な道は足元が危なく、気は焦るが走るわけにもいかなかった。そうして七八丁行った時、道の脇から呼びかける声がし、 三人は飛び上がるほど驚いた。田代は、また待ち伏せを送ったかと思い、カッパを跳ねて、刀の塚に手をかけたが、辻元六は林之助の声だと気づき、塚本さんだ、と言った。塚本さんですかと辻は怒鳴った。どうしましたどこですかこっちだ。この茶店の中だ。 彼らはそっちへ行った。道の脇に茶店の小屋があり、林之助はその中にいた。辻元六は、二頭の馬が繋がれているのを認め、ああ、馬も無事ですね、と言った。馬も、にも無事だ、と林之助が言った。ここに腰掛けがある。入って少し休むがいい。 みんないるかみんないます。と田代が答えた。田代はどうだ馬が蹴上げるので危ないと思ったから突き飛ばしたが、怪我はなかったか怪我はしませんが、下に小川があって水浸しになりました。この雨だけでみんな水浸しさ。少しかけて休むとしよう。ちょうちんをつけましょう。 とコマツが言った。おい、孫、ちょうちんを持っているかちょうちんはなかった。今の騒ぎで、孫は二人とも、ちょうちんを落としてしまったという。それで、小物の一人が、ハサミ箱を開けて、ろうそくを出した。小屋の中だから、少しは雨風も防げるが、ろうそくをつけるまでには、 かなり手間取った。紙で囲ったろうそくの光が危なげに揺れながら小屋の中を照らすとみんなはほっとしたように喋り出した。みんなが待ち伏せだと思ったそうで林之助は脇差しを抜いたと言った。刀を抜くつもりで脇差しを抜いたらしい。馬鹿な話だ。 しかも、その脇差しを、どこかへ、なくしてしまった。と、りんのすけは、珍しく、せかせか話した。どこでなくしたのかわからない。走ってるうちに、何かにぶつかって転んだ。頭をぶつけたんだが、傘は飛んでしまうし、その時、なくしたんだろうな。俺は、てっきり、待ち伏せを食ったと思ったから、 そいつらはみんなに任せて金の方を守るつもりで馬を追いかけたんだ。話しながら彼はしきりに頭へ手をやった。頭の右側の酒焼きの際のところをさも痛そうに抑えたり撫でたりする。田代十代優が何気なく見るとそこが 血まみれになっていた。塚本さん、血が出ていますよ。今、手で触っている頭の底です。切れてるんじゃありませんか林之助は自分の手を見た。手も血だらけになっていた。辻元禄が明かりを見せろと言って、 林之助のそばへ行き、頭の傷を調べた。酒焼きの反り際のところが、斜めに三寸ばかり切れており、その周りがひどく腫れて、傷口からはまだ血が出ていた。これはひどい。と辻は眉をしかめ、医者に見せなければいけないが、血止めだけでもしておこう。と、 薬労を出させ、傷口へ公薬を塗り、さらし木綿で頭を巻いた。この傷がわからなかったんですかわからなかった。と林之助が言った。今になって痛み出したが、ぶっつけた時からずっと痺れたままで、こぶができたんだと思っていた。よほどひどく打ったんですね。と辻が言った。 骨に触りがなければいいが。うん。今になって痛み出したよ。医者に見せる方がいいから出かけましょう。と言い、辻は孫を呼んで聞いた。赤坂まであとどのくらいだ。孫は、十五六丁です。と答えた。みんなが馬に乗るようにと勧めたが、 林之助は、傷に響くからと断り、頭からカッパをかぶって、まだ盛んに荒れている風雨の中へ出て行った。緩い下り坂の十五六町だから、昼間ならほんの一またぎだろうが、市半時ほどもかかって宿へ入り、赤坂には藩の上宿がなかったので、角屋という旗子で、 わらじをぬいだ。時刻を聞くと、まだ八時を過ぎたばかりであった。医者を呼んで、り之助が傷の手当てをしている間に、他の者は順に風呂へ入った。それから食前に向かったのだが、前に向かうとすぐ、り之助がおかしなことを始めた。 彼は脇にある茶道具の盆に乗っている菓子鉢から、饅頭を二つ取って飯茶碗に入れ、それへ飲み残しの茶をかけて箸でかき込もうとした。茶漬けを食べるつもりらしい。辻たち三人があっけに取られていると、箸でしっきりに饅頭をつつきながら、 消しからぬ宿だ、と不機嫌に下打ちをした。これは昨日の飯ではないか、と彼は呟いた。こんなに固まった冷飯を出すとは何事だ。女中が二人、給時に座っていて、不安そうに辻たちの方を見た。塚本さん、と。 辻元六が呼びかけた。どうしました塚本さん。どうかなさいましたか林之助ははっとしたように振り向き、みんなが自分を見ていることに気づくと、急に茶碗と箸を置いた。そして、さらし木面を巻いた頭へ手をやり、頭が痛い、と言った。 ひどく痛みますかうん、痛い。とりんのすけはうなずいた。食べたばかりだが、寝るほうがいいようだ。俺は、先に寝るから。そして、自分の座敷へ立っていった。食事が終わると、女中たちは茶を入れ替え、ヤグを述べて去った。 小松藤兵衛がすぐに立って、襖をそっと開けて覗き、よく眠っている、と言いながらこっちへ戻った。頭だな、と田代が言った。よっぽどひどく打ったんで、おかしくなったのじゃないかそんなこともないだろう、と辻が軽くそらした。一晩ぐっすり眠れば治るさ。 しかし、今夜は一応用心しよう。三人もその夜は早く寝た。あくる朝は早く宿を立った。田代十代友の袴は生乾きだったので、しばらく歩きにくそうにしていたが、林之助は時々それを笑った。彼は、 別に変わった様子もなく、今日も塚袋は外しておこうと言い、綺麗に晴れた街道を行きながら、口の中で交代を歌ったりした。その日は、洗いで止まった。舞坂への私が混んではいたが、林之助は何か見つけたらしく、私場から引き返しながら、 気をつけろ、と三人に囁いた。荒井にも、城宿はなく、木の国屋という宿に泊まった。どうしたのです、と辻がわらじを脱ぎながら聞いた。怪しい人間でもいたんですか林之助は辻元禄を見、それから小松屋田代を見た。のんきな奴らだ。 とでも言いたげな目つきで、だが辻元禄の問いには答えなかったし、夕食の後で今夜も出てはならぬと言った。忍之助は早く寝た。それから三人は酒を飲んだ。岡崎からずっと夜遊びに出ない。間二晩であるが、随分長いこと、 節制を強いられているような気分で、酒でも飲まずにはいられなかったのである。三人は酔って十時頃に寝た。すると間もなく半時と経たないうちに一人ずつ林之助に揺り起こされた。起きてくれ、静かに。と彼は声を潜めていった。起きて、着替えてくれ。 三人は起きて着替えをした。おかしいことがあった。どうも変だ。と彼は囁いた。今夜は寝ずに金の番をしてくれ。いいか、寝ず番だぞ。三人は承知した。俺は下を見てくる。こっちに何かあったら怒鳴ってくれ。寝てはダメだぞ。 そして、りんのすけは下へ降りていった。三人は夜の明けるまで起きていた。りんのすけは下へ降りたままだし、何事もないので、一時ばかり立つと眠くなった。そこで、一人起きていて、交代に寝るとしよう、と相談し、辻と田代がヤぐグへ潜り込んだ。 すると、まるで見ていたかのように、林之助が入ってきて怒った。役目を忘れたのかと彼は潜めた声で鋭く言った。三人が選ばれたのは、選ばれるだけの理由があったからだ。安全だと認めた時は、夜遊びに出ても黙っていた。今夜は怪しいことがあったから、 ねずばんだと言ったのだ。冗談だとでも思ったのか。人が変わったように、激しい辛辣な口ぶりであった。筋も田代も並行して謝り、それからずっと夜明けまで起きていた。明くる朝も早く宿を出かけたが、林之助は落ち着かない様子で、 往来の人に絶えず目を配り、連れ立った侍などを見ると、立ち止まって馬を中心に囲い、相手の通り過ぎるのを待つという具合だった。舞坂から浜松までは二里三十丁。そんな風に暇取どっても昼前に着いたが、林之助は急にここで止まる。 と言い出し、帯屋でわらじを脱いだ。私どもにはわからないんですが、本当につけてくる人間がいるんですか辻元六がそう聞いた。林之助は口を開いて辻の顔を見つめて、そしてゆっくりと首を振った。一つだけ言っておこう。 と彼は辻に向かって言った。この金を狙っている奴は、決して旗差し物や上りを立ててくるわけじゃないぞ。辻元六はむっとした顔で口をつぐんだ。昼飯が済んだら寝ておけ、と彼は三人に言った。ことによると、夜道をするかもしれないし、 止まるとすれば、寝ずばんだ。夕べ寝なかったから、昼までも眠れるだろうが、飲むなら酒を飲んでもいい。ただし、酔わない程度だ。三人は昼飯の時に酒を飲んだ。金はいつも床の間に置く。宿へ着くと、まず馬から下ろし、 湯たんに包んだ染料箱を三つ、泊まる座敷の床の間へ運んでおくのである。帯屋でも無論同じようにし、食事が済むと三人は床の間の方を枕にして寝た。夕べ満足に寝なかったので、林之助に起こされるまで三人はよく眠った。 起こされた時は、もう明かりがついており、林之助は、風呂へ入れ、と言った。風呂が済んだら飯にしよう。今夜は、ここへ泊まる。その夜もまた、三人は、寝ず番をした。翌日は、掛川まで行った。そこには、病気で残った小物が待っていて、 雑用をして宿賃を稼ぎました、などと自慢をし、またともに加わった。掛川でも寝ず番、藤枝でも同様で、うつのや峠を越すときには、三人ともすっかりへばった。駿府では久しぶりに寝たが、ゆい、はら、そして箱根を越すまで、 根ずの番が続いた。辻たち三人も参ったが、林之助も答えたのだろう。昼夜通して絶え間のない緊張のため、神経が尖ってイライラと怒りっぽく、少しも落ち着かなかった。しかし、それは小田原までで、それからはガラッと変わった。小田原では、 みんな寝たし、出発するときも、りんのすけは機嫌がよく、頭の傷の手当てをしながら、どうやら無事に帰れるらしいな、と言った。三人は一斉に彼を見た。本当ですかと小松がさらしめんを巻いてやりながら聞いた。すると、もう大丈夫なんですね。りんのすけは、 にっと笑って、金だけは大丈夫だ、とうなずいた。金だけはという意味が三人にはよくわからなかったけれども、林之助はすっかり安心した様子で、それまでのように往来の人を警戒するふうもなく、藤沢で泊まった時には、よければ息抜きをしてこい、と言って、 三人に束縛の銀を与えたりした。おかしいと気がついたのは辻元禄であった。一番年上だけに、林之助の様子が腑に落ちなくなり、田代と小松が遊びに出た後、自分は残って林之助と話してみた。うん、そう言った。言った通りだ。と彼は答えた。 金だけは確かに大丈夫だから安心するがいい。どうして金だけが大丈夫なんです埋めたんだ。と彼は目くばせをした。つけてきた人数や待ち伏せの手配があまり厳重なので到底防ぎきれないと思った。それで金だけ取り出して埋めたんだ。 辻元禄はぎょっとした。しかし現にと辻が聞いた。染料箱は三つともこうして。中は鉛だと彼は囁いた。金と鉛の棒をすり替えたんだ。重さではわからないからな。 万一、彼らに襲われたら、これを置いて逃げればいいのさ。辻元六はじっと林之助を見つめた。林之助は薄笑いをしながら、のんきそうに片膝を揺すっていた。やっぱりいけない。頭がおかしくなっている。と元六は思ったが、念のために、 どこへ埋めたのかと聞いてみた。それは言えないと彼は首を振った。それだけは辻にも言えない。どんなことで漏れるかもしれないからな。埋めたことも極秘だ。辻元禄はそれで話をやめた。林之助が寝てしまい、 タシロと小松が帰ってきてから、辻元六は二人にその話をし、染料箱を調べてみた。二人も埋めたということは信じなかったし、染料箱にも異常はなかった。開けてみるわけにはいかないが、封印もちゃんとしており、中身をすり替えたような形跡は全くなかった。 あのまんじゅうを茶漬けにしたときからだな、と田代が言った。つけてくる人間があるように見えたり、ネズバンをさせたりしたのも、みんな頭がおかしくなっていたためだ。そうらしいなあ、と辻が言った。頭を打ったのと、金の心配が重なったから、余計おかしくなったのかもしれない。 とにかく気をつけてゆくことにしよう。翌日もおかしなことがあった。鐘を馬につけて宿を出る途端に、林之助は西へ向かって歩き出した。驚いて呼び止め、それでは方角が逆だというと、彼は立ち止まって不審そうに空を眺め、 しかし、あれを見ろ、と、出たばかりの朝日を指した。日の落ちる方が西だろうと彼は指さしたまま言った。とすれば、江戸は東だから、こっちではないか。三人は顔を見合わせ、辻元六が、あれは朝日だ、と言った。今は、 朝の六時で宿を出たところだと説明し、どうかなすったのですかと聞いた。そうか、朝か、とりんのすけは首をかしげた。そうだ、起きて食事をし、傷の手当てをして、少し頭が痛む。出かけようか。そして、東の方へ歩き出した。 どうすると田代が辻に囁いた。医者に見せなければいけないだろう。役目が大事だ。と辻は頭を振った。医者は帰ってからにしよう。彼らは道を急いだ。その日は川崎まで強行し、翌日の昼前には霊岸島の神屋敷に着いた。 そして、大変な騒ぎになった。予定より三日遅れたので、待ちかねていた老職たちは、林之助の意味不明な報告に驚き、金を調べてさらに驚いた。辻元録に言った通り、彼は金は埋めておいた。発見されたり、奪われたりする恐れは絶対にない。 どうか安心するようにと辻に話したのと同じことを告げた。老職たちは合点ゆかぬままにすぐ染料箱を開けてみたが、中には鉛の棒しか入っていなかった。どう調べてみても、それはまさしく鉛の棒であった。 林之助はそのまま老職の役部屋に留められた。辻たちが呼ばれ、三人は詳しく事情を述べた。数人の医師が密かに林之助を診察し、陽求ではないかという点が入念に追求された。どの医師も頭の傷が原因であろう、 と診断し、治癒するにしても、事実を要するだろうと言った。秋村総在門は、事実の漏れることを防ぎながら、林之助の尋問を続けた。辻たち三人には厳重に口止めをし、林之助は監視付きで家へ返された。いつまでもとどめておけば、 反対派に疑われるからである。そして、稲田、友次、吉原などという腹心の者が監視につき、代わる代わる金の所在を聞き出そうとした。はじめ、それはうまく行きそうであった。稲田自兵が当番の時、林之助は声を潜めて、 そこもとにだけ教えようと囁いた。沼津というところを知っているか、と彼は囁いた。東海道の沼津だ。その宿を西へ出外れたところの海側に三本松という小さな丘があるが、実はその三本松の根元に埋めてあるのだ。 稲田寺兵はすぐにその知らせを持って行った。そこでまた辻たちが呼ばれたが、沼津には止まらず素通りしていることが分かって、途中の宿駅が書き出された。次に友継伝右衛門が関心に着いたとき、林之助は三、三と口の中で繰り返した上、三頭吉田だ。 と言った。しかし、無論、吉田にも止まっていなかった。吉原格野神の番には、もっと真実らしく思われた。林之助は酒を飲みながら、片手で、時々自分の膝を叩いて、そして首をかしげ、三本松、三図、 などとつぶやき、また膝を叩たたいては首をかしげていたが、やがてにこっと微笑すると、あたりを警戒するように見回し、すり寄って、わかった、と格主進の耳にささやいた。ようやく思い出したが、極秘だということは承知だろうな。格主進は深く頷いた。 寸婦のよろずやだと彼は囁いた。寸婦ではよろずや清兵衛が藩の城宿なんだ。そのよろずやの庭に大きな松が三本あるが、真ん中の松の根元に埋めておいたのだ。寸婦のよろずや、庭の三本松だな。真ん中の 松の根元だ。と言って彼は目を光らせた。いいか、極秘だぞ。これは真実と思われた。調べてみると、確かに寸布のヨロズ屋に泊まり、しかもその夜は寝ずの晩をしなかった。もっともヨロズ屋の庭は円周流の見事なものだが、 松はない。蕎麦用人の志田和枝も、年寄りの吉川忠之丞もよく知っていた。だが、松と他の木と間違えるということもある。念のためにというので、密かに駿府へ早打ちの使いがやられた。早打ちの使者が帰ってきて、 そういう事実がないと告げてから、まもなく老職の交代が行われた。秋村派は退陣し、江戸では富永幸恵が筆頭ろう、蕎麦用人は大道寺殿も、国元では磯の平右衛門が上代、渡辺彦太夫が自席となり、これらを中心に、 住職のほとんど半数近くが交代したし、続いて、奉行職にも任免があった。三千両の県は、もちろん、新老職に引き継がれ、今度は、家中全体の問題となった。それより前、老職交代が始まる前に、義兄の長野又四郎が来、 次に、鹿島東吾が来た。また四郎は儀弟を褒め、東吾はよくやったと言った。秋村一派は退陣する。金繰りがつかなかったからだ。と東吾は言った。よくやってくれた。モンドから手紙が来て諦めていたんだ。もうモンドにもわかっているだろうが、 俺もモンドもうまく騙された。モンドは手紙でカンカンに怒ってきたが、これを聞いた時の顔が見えるようだ。リ之助はぼんやり聞いているだけであった。東悟は興奮していて、秋村派が何かするかもしれないから、 自分たちの手で敬語をつけると言い、用心をしろと注意して去った。新しい人用が決まると、林之助は呼び出されて、金の所在を聞かれた。林之助は答えられなかった。わかりません。どうしても思い出せないのです。と彼は言った。 金をすり替えて、どこかへ隠したことだけは覚えているのですが、どこだという記憶は少しも残っていないのです。どうして隠す気になったのかという問いに対しても、彼はややしばらく考えていた。覚えているのは、金が狙われているということでした。と彼は、 考え考え言った。あの金送りについて、江戸でも国元でもだいぶ脅されました。腕づくでも妨害するとか、無事では済まぬぞ、などと言われましたので、金を取られてはならぬ、という一年にとらわれてしまい、そのうちに頭を打ってからさらに判断が狂って、 そんなことをしたのだろうと思います。再び幾人かの医師に診察された。幕府の名高い転移も招かれたが、やはりはっきりした診断はつかず、回復を待つほかはないというだけであった。この間に長野又四郎や鹿島東吾らがしきりに訪れ、 東悟は連日のように来て彼を責めた。いまだに林之助が空を使っていると信じているらしく、もう秋村派には何もできない。心配はないから打ち明けてくれと繰り返し粘った。林之助はいぶかしそうに東悟を見た。心配なんかしないさと彼は言った。 俺は、初めから心配なんかしてはいない。誰にだって、俺をどうにかすることなんか、できやしないからな。それはどういう意味だあの金さ。と言って、り之助は微笑した。金の所在を知っているのは、俺だけだからさ。気がつかなかったのか。 東悟はふんぜ然んと彼を睨みつけた。ある日、長野又四郎が来て、老職から出た話だが、と前きを教し、その場所へ行けば思い出すかもしれないから、一度止まった宿を順に歩いてみたらどうか、と言った。林之助は首をかしげて、いかにも自信がなさそうに、 おそらく無駄足でしょうと答えた。だが、試してみてもいいだろう。いいですとも、と彼は頷いた。浜松の帯屋で脇差しを借りましたから、ついでにそれを返してきます。脇差しを借りたって。馬が暴走した時に亡くしたので、帯屋の主人に代わりを借りたのです。 だものだから、返すには及ばないと言っていましたが、行くならついでに返すとしましょう。相談が決まり、東悟が進んで同伴者になった。二人は、大海の大津まで行き、そこから引き返した。林之助は、岡崎より西ではない。それだけは確かだと言ったが、 当後が承知しなかったのである。往復に十四日かかり、結果としては二人がかりで帯山でわざわざ脇差しを返しに行ったようなことに終わった。妻の沢はこの旅によほど期待していたと見えて、失敗だと聞くと落胆のあまり涙をこぼした。 泣くことはない。お前に心配を決してかけない。でも、このままでは済みませんでしょうと沢は言った。いよいよわからないと決まれば、きっとお咎めがあるに違いございませんわ。まさか三千両で切腹もさせないだろう。と彼が言った。追放にでもなったらなったでいい。 頭が治って金の所在を思い出したら二人で一生のんきに暮らせるというものだ。紗和は目を見張って夫を見た。あなたは、と紗和は言った。そのお金を自分のものになさるおつもりですか追放にでもなったらという話さ、と彼が言った。三千両といえば、 俺などが一生かかっても手に入れられる金ではないからな。沢は震えながらじっと夫を見守っていた。これは夫婦だけで話したことだし、林之助はもちろん沢だって他人に漏らすわけはないのだが、いつかしら家中によく似た噂が広がった。 つまり、塚本は、あの金を自分のものにするつもりだ、というのである。記憶を失っているというのは、嘘で。実は、ほとぶりの冷めるのを待ち、時期を見て出本した上、金を取り出すつもりなのだ。何しろ、勘定奉行所の役人だからな、などとうがった表まで現れた。 林之助はずっと勤めを休んでいた。まだ頭がしっかりしていなかったし、新しい老職による人事更新で彼の書き役支配は保留になっており、情勢では無役になるのではないかと言われていた。それでほとんど外出もしないのだが、周囲の噂はよく 耳に入ったし、おそらくたまりかねたのだろう。おじの三浦喜平に呼びつけられた。喜平は六十二歳であった。三年前、長男の左膳に家督を譲って隠居し、道館と名乗っているが、拳風の一徹な性分は変わっておらず、真っ白になった眉毛の下から、 鋭い眼光で林之助を睨んだ。私はおじうから世評で人の判断をするなと教えられました。と林之助は答えた。その他に申し上げることはございません。おじは彼を睨んでいてやがて言った。それは 他人を判断する場合だ。世標に上るような失態が自分にあったら、侍として責任を取らなければならぬ。どう責任を取るのですか自分でわかるはずだ。騎兵の眼光は鋭いままで、その言葉つきも静かながら圧倒するような響きを含んでいた。 林之助は返事をしなかった。責任を取るか。と、騎兵が言った。林之助は黙って首を振った。よし、それなら、嫁を返せ。と、騎兵が言った。長野からそう申してきたのだ。すぐに、嫁を長野へ返してやれ。そして、それだけだ。 と、うなずいた。三浦から長野へ知らせたのだろう。又四郎が来て、沢を連れ戻して行った。温厚で実直な又四郎は、家中全体の悪評に耐えられなくなったらしい。まだ子供がいないことでもあるし、などと言い訳をし、沢は、 五点へあげるつもりだと言った。当の沢は泣くばかりであった。嫌な評判や兄の意志に対抗できるほど、まだ夫の気心がわからなかったし、ごく温順な育ちなので、自分でどうするという決心もつかなかったらしい。林之助は何も言わなかった。 夏になって、鹿島東吾が不審奉行にあげられ、ついで国元から小林門ンが出てきた。モンドは出府するとすぐに林之助を訪ねて、しばらく厄介になるぞと言った。吉川中之丞が国爪になり、その後へ入るのだが、それまでお小屋が開かないのだというのである。 俺は構わない、と林之助は皮肉でなく言った。俺は構わないが、小林こそ俺なんぞのところにいていいのか。友達ということに変わりはないさ、とモンドは言った。そしてその通り、塚本家へ2をといた。 モンドは、江戸の、よりあい役、肝入りになった。正式に任命されたのは、モンドが出府して、10日ほど経ってからであったが、その日、東郷を加えた三人で、子主演をした。自分と東郷は出世祝い、塚本は、まあ、しくじり祝いか、などと、モンドはつけつけい 留守役がよく使う浜町の奥村という料亭に上がり、夕方から一時ばかり飲んだ。東とはずっと疎遠になっていたし、その夜も林之助と同席することは気が進まなかったのだろう。どこかしらこちんと打ち解けない感じで、ともすると何か言い出しそうにした。 だがそのたびに、モンドがうまく家事をとって話をそらし、どうやら気まずいことも起こらずに済んだ。屋敷へ帰ったのは八時頃であるが、うごと別れてうちへ入ると、モンドはもう少し飲もうと言い、支度をさせ、十時過ぎまで二人で飲んだ。モンドは珍しく弾んでいて、 りんのすけが、うれしそうだなと言うと、あけっぱなした調子で、何しろ、よりあい肝入りだからな、と正直に言った。そして、上機嫌に良い、寝る時になると、自分のヤグをりんのすけの寝前へ敷かせた。女のいないうちというやつは、片わみたようなものだ、と、横になるなりモンドは言った。 どうするあとをもらわないのか俺に嫁をくれる者がいると思うのか国元に心当たりがあるんだ、とモンドが言った。女のいないうちというやつは、油臭くて不潔でいけない。世話をするから、もらってしまえ。りんのすけはくすくす笑った。 モンドのお国なまりがおかしかったのである。モンドはふと気がついたように、そうだ、と言って頭を上げ、拳で自分の枕を叩たたいた。林之助は妙な目つきでそれを見ていた。明日は早く起きなくちゃならない。こうやっておくと早く目が覚めるんだ。 とモンドが言った。おい、塚本が教えたんだぞ。民之助は体を固くし、目を凝らして、明かりを暗くしたネマの一点をいつまでもじっと睨んでいた。どうしたもう眠ったのか民之助は低い声で、待ってくれ、と言った。 それから彼は起き直り、内輪で静かに胸元を仰いだ。モンドはその様子を寝たまま黙って眺めていた。すると、ややしばらくして、林之助の顔がほぐれ、にやっと微笑した。わかった、と彼は言った。ようやくわかった。そうか。 これだったのか。モンドは次の言葉を待った。三本松とか三図とか三という数が頭に引っかかっていたが、これだ。と言って彼は拳で自分の枕を叩いた。今、小林のするのを見て思い出した。これだ。 枕を三度叩いたのが記憶に残っていたんだ。金の所在か、とモンドが聞いた。はっきり思い出した。浜松の帯屋だ。だって帯屋へは後で鹿島と行ってみたんだろう脇差しを返すのに気を取られたんだな。帯屋の どこへ隠したんだ土蔵の中だ、と林之助が言った。奥蔵に藩の御用五葉綱がある。間違いはない。その土蔵の中の御用五葉綱に入っている。モンドは、今度は俺の笑う番だな、と言ってくすくす忍び笑いをした。 何がおかしい鳥の助が言った。モンドは起き直り、いや、大したことじゃない。と、これもうちわを取って仰いだ。何がおかしいんだマクラを三度叩いたとは苦しいからさ。本当にそうなんだ。鳥の助は力を込めて言った。宿で寝るときには、 いつもそうしたが、帯屋では三度だった。忘れないために三度叩いたんだ。もういい、わかった。俺はおよそ察していたんだ。今度出布して以来、金の所在について、俺は一度も触れなかったろうとモンドが言った。俺は一度もその話をしなかった。 というのは、塚本の方で言い出すと睨んでいたからだ。いつかきっと言い出す。遅かれ早かれ、必ず言い出すに相違ないと睨んでいたんだ。すると、俺が偽っていたとでも言うのかいや、感単しているんだ。モンドはそこでちょっと口をつぐみ、 真面目な静かな調子でゆっくりと言った。塚本はあの時勇気にもいろいろあると言った。それが変に頭に残った。そこへ鹿島から手紙が来た。馬の暴走、不慮の怪我、頭がおかしくなって金を隠したこと。これを読んだ時、 そうかと思った。民之助は黙って内輪を動かしていた。あの時、金送りを妨害すれば、老色交代の後にしこりが残る。秋村派は妨害されたということを忘れないだろう。だが、今度のような方法をとれば、塚本が悪評されるだけで済むし、 塚本自身にしても災難で怪我をし、頭がおかしくなってやったとなれば、それほど重く咎められはしまい。まして、後腐れなしに老職交代ができたとあってみればさ。林之助はやはり黙っていた。次にはっきり見当がついたのは、鉛の棒だ。 ともんどは続けた。すり替えごとにしては、前に用意しておかない限り、鉛の棒などがすぐ手に入るわけがない。帯やというのでわかったが、おそらく雪に止まった時相談したんだろう。あの老人は先殿に恩義があるから、事情を了解して引き受けた。 俺はこう思うが、どうだ、違うか。りんのすけはつぶやくように言った。お前は探索型のような人間だ。友達だと言わないのか。りんのすけは立って行って、雨戸を開け、そこでうちわを動かしながら、月が出ている、とつぶやき、 そのまま縁側に腰を下ろした。俺は政治は嫌いだ。と彼は言った。よかれやしかれ、政治的な争いには関わりたくなかった。前言を取り消そう。確かに、それも一つの立派な勇気だ。とモンドが言った。ただし、 出世はしそこねたがね。もちろん、そんなことで出世なんかしたくないさ。地味なやつだ、とモンドが言った。嫁をもらえ。女房はいるよ。出て行かれたんだろう出て行った女などに未練があるのか。あれとは、夫婦になってから、 まだ一年そこそこしか経っていなかった。二十年近い友達の東郷でさえ、俺から離れてしまった。あれが兄の意見に逆らえなかったのは当然だ。未練があるんだな。あれは素直で可愛い女だ。連れ戻されるとき、途方に暮れて泣いていたが、ただ、 泣くばかりで、どうしていいかわからない、といった様子が、まだ目に残っている。あいつは、いい女房になるよ。モンドはしばらく黙っていた。それからやがて、また、くすくす笑いながら言った。東郷は今夜もむくれていたな。金の所在がわかっても、 当分、むくれているだろうな。昔からあんな風なところがあった。と言ってから、りんのすけはふと振り向いた。断っておくが、今夜の話は、うごには内緒だぞ。その方がよければそうしよう。長野にもだ。長野又四郎は、女房の兄で、 いずれ小林に復縁の中立ちをしてもらうが、この話は決してしないでくれ。お前は地味な奴だ、と門戸が言った。しかし、復縁の中立ちは引き受けるよ。二人は沈黙し、やがて林之助は立って雨戸を閉め、こっちへ来て、やれやれ。 と言いながら横になった。モンドは天井を見つめたまま、林之助のやれやれという声に安らぎの調子を感じた。肩の荷を下ろしたというところか。そんなところだ。ひどい奴だ。とモンドが言った。周りの者が老狽したり怒ったり。 泣いたり笑ったりして騒ぎ回るのをすまして高みから眺めていたんだろう。どんな気持ちだった林之助は少し間を置いていった。それも小林の想像通りだろうな。悪い奴だ。いい経験だったよ。寝よう。とモンドが言った。 浜松へは自分で行くんだぞ。